三浦大介は、日本の政治家、厚生官僚。元長野県作市長。長野県南作郡の沢町を生まれ。旧制の沢中学を経て、東京時計会医科大学卒業。昭和27年医学博士。同28年度大学講修衛生学教室に入り、同29年旧厚生省入省。同38年と山県厚生部環境課長。 同44年山形県衛生部長、同47年厚生省環境衛生局、食品衛生課長、同50年保健局医療課長、同53年統計情報部長、同54年旧環境庁大規保全局長、同56年厚生省公衆衛生局長、同58年公害等調整委員会委員を、歴任した。平成元年作市長選挙に当選した。 平成21年に、佐久市長任期満了に伴い、事実上の政界委員会。佐久総合病院機能移転問題を主眼において、争われた佐久市長選挙において、後継候補として、長野県佐久地方事務所長の木曽茂を推薦し、新病院建設予定地が工業地域であることを理由に移転を現職時代から反対していたが、選挙では木曽は、県議会議員の柳田政治に、 僅差で破れた。在任中は、北陸新幹線作平駅の設置などの高速交通網の整備や平成の大合併で周辺三町村との新設合併を実現した。同23年局日中受賞受賞。引退後は、市内の総力会、岸野保育園の理事長を務める。また、かねてから活動していた、昆虫食研究会、 ゲンゴロウの会の活動などを行っている。ありがとうございます。